どうも、おまっとさんでした。平八郎です。9対4、ライオンズ、勝利レオー勝ちました。ねえ、なんとかなんとか、やってくれました。昨日、おとといと、ひどい負け方をし、3連敗をし、帰ってきた西武ドームで、なんとか、今日、勝ってくれました。よかったー。よかった。勝ってよかったぜ、今日は。もう、ずるずる行くところだったからね。昨日の劇的な負け方を見るとさ、今日はよくあの6回、踏ん張ったよ。ライオンズの先発は渡辺裕太郎。今年ね、期待されて、さあ、開幕ローテ入って、今年は大車輪の活躍だとね、思ってたけども、思うようなピッチングができず、2軍に落ちてしまい、今日ようやく、1軍のマウンドに上がってね、まあ5回まで0点に抑えてて、まあ6回ですよ。ねえ、6回、ピンチになって、ピッチャーが佐々木健に変わり、またね、佐々木健がね、打たれるわけなんですよ。あれよ、あれよという間に、5対4! 5対4になってました。いつもだったらね、おい佐々木健、お前、なーにしに出てきてんだーと、言ってるところですが、今日は、よくあの場面、1点を守り切った !5 対4でよく守り切ったと、僕は、褒めてあげたいです。はい。というのも、なんでしょう。昨日の、平ショックの流れがね、多分、ゾゾマリンから、なんか、運んできてるんですよね。良くないね。風が多分、ゾゾマリンの嫌な、この、風がね、多分、連れてきてるんですよ。あの、一回、表の鈴木翔平のエラーもあれ、多分、ゾゾマリンの風が吹いたんじゃないかなと、僕は思ってるんですよね。その中で、本来であれば、多分逆転されてた。しかし、あの場面、5対4でよくしのいだ。残り1点のところ、お前よく踏ん張った。佐々木健、お前は偉い。そして、その後投げた森脇パパも頑張ったし、本田圭佑も踏ん張った。某高橋も、危なかった。なんかもう、やっぱり、某高橋はまだ接戦はちょっと投げさせられないなっていう感じがどうしてもしますね。はい。まあ、投手陣もう本当に今ヘトヘトな時期なんだと思います。いや、そういう時期ですよ。ただしかし、打撃陣はもうちょっと早い段階で、追加点が欲しかったけどもね。まあ今日は初回と、2回と、ポンポンって、幸先よくね、先制点を挙げてくれました。まず初回ね、1回表、鈴木翔平がエラーして、うわぁ、これマリーンの風が、マリーンの強風が吹いたのか、なんて思いながら見てましたけども、渡辺裕太郎が、あれを断ち切ったのがでかかったですよね。まあ、その続く、1回裏、鈴木翔平が、今度ショートゴロだったかな、オブカタが、悪送球してくれて、これをちゃんとライオンズはものにした。続く源田が送りバント、帰ってきた源ちゃんが送りバントして、森友哉がそつなく流してタイムリーね。1点先制。そして2アウト1、2塁となり、ハイトのね、あの則本の剛速球をもうほんと優しくカツーンと、もう重力剛を制すとはこのことかとね、レフト前にタイムリーね、アイトの優しいスイング、アイトの愛のタイムリー、2点先制やりました。初回で2点先制。そして2回に鈴木翔平がタイムリー、森友哉もタイムリー。しかし鈴木翔平当たってるじゃないの、いいんじゃないの。やっぱ鈴木翔平がね、ちゃんとこの1番に座って打つとこうも違うもんなんだ。やっぱり打線って1番バッターが打つとこうも違うもんなんだと改めて思い知らされる、ここ最近のね、ライオンズの打撃陣の好調さ。ちょっとずつちょっとずつ、ライオンズの打撃陣活発になってきてます。投手陣がね、疲れてきたかなと思った時にちょうどこうクロスするように打撃陣が上がってきてる。そうです、絶対こういう時期が来るはずなんです。はい。まあ僕的にはやっぱり良かったのがこの7回裏のジャンセンのタイムリーですよね。ジャンセンはね、いいところで打ちますね。しかし、数字だけ見るとね、2割1分8厘ですよ。
まあ、とんだ助っ人外国人やなと。ね、多分、旗から見たら、そう思われるかもしれない。しかし、内容が違う。ちゃんと、いいところで売ってるんですよね、ジャンセンって。売ってくれるんだ、この男が。いいところで。そうね、2割1分8厘でも、本当に無駄がない2割1分8厘。削られて削られても大事なところだけ残しましたというような2割1分8厘です。よくやってくれてます。ほんと欲しかったところの追加点でした。ジャンセンのタイムリーは、はい、点差を広げる見事なジャンセンのタイムリー。そして8回裏にもジャンセン先生が打ってくれました。終わってみれば9対4の快勝でございました。ナイスゲーム。そして私明日試合を見に行くはずだったんですけども、ちょっと家庭の事情により行くことができなくなってしまいました。残念、悔しい無念。行きたかったワイルドワイルドユーに欲しかったこの行けるはずだった試合のゲームってどういう気持ちで皆さん見てますかね。僕はね、ちょっと、まあ、負けろとはさすがに思わないですけども、なんか劇的勝利はしないでねとかって思っちゃうんですよね、僕なんかは。皆さんどうなんですかね。その辺、行ける、今日本当は行くはずのゲーム、しかし外せない用事ができて行けなくなったみたいな日って、どんな気持ちで見てますでしょうか。皆さんコメントでぜひぜひ教えてください。というところで今日はこの辺で動画を締めさせていただきます。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。さよならライオン。ウェイティー。